950の R なのか 850S なのかどっちなんだ問題。ああ引っかかりすぎたんじゃないかこれは。俺さあ香川さん、はい、恒例企画にさせたい企画、はい、よくあるお問い合わせにデータ比較でお答えのコーナーのお時間です。大事、うん、で第2弾、はい、950の R なのか、うん、850S なのかどっちなんだ問題というのは非常によくお問い合わせいただくんです、ね、スペック的には、はい、重量的に言うとどのぐらいになるの、この950GH のネオの R で 94.5、うん、で 850GH ネオの S で88、約 6g、はいはい、近いよね。そうやって考えると。そうなんですよ。なので、うん、多分皆さん迷われるところだと思うんですけど、うん、要は950の R だと、うん、ちょっと重さが心配、うんうんうん、ただ850ネオの R まで落としてしまうと、うん、10g は落ちすぎ、うん、でなおかつしなりが大きすぎて、うん、安定性を損なってしまうのではないかという中で、うんうん、じゃあ間を取って850ネオの S はどうだっていうふうな疑問を持たれる方は非常に多いと。設計上で言うと、はい、S と R で対象こんな感じだよっていうのっていうのは、はい、考えて作るんですか。そもそも論で言うと、そもそも論で言うと、うん、例えば推奨ヘッドスピードってどれぐらいですかっていう質問をいただいたりするんですけど、うん、ある意味まあ後付けな部分もあって、それなんで後付けかっていうと、やっぱりスイングタイプによってヘッドスピードってどこが一番速くなるかっていうのは人それぞれだから、うん、だいたい目安はこうですよっていう答え方しかできないんですけど、うん、一つ例えばネオだと R フレックスを基準にして、例えば振動数ならいくつ分とか、この全体のターミリオなら、うん、何ミリ分硬くするっていうような形でフレックスの差をつけています。でこれは実際にこう打ち比べていただくのが一番いいんですけど、うん、なかなか例えば、お店に試打をしに行っても、うん、やっぱ R で両方ラインナップがあったりとか、うん、同じヘッドで打ち比べられないとかっていうのが多々あるので、今回香川さんが、代表として、じゃあ、はい、丁寧に解説しなきゃいけない。そうですね、はい、お願いします。はい、はい、じゃあまずですね、悩みの入り口である950ネオの R からお願いします、はい、でもこの950のネオって普通にいっぱい入ってるよね、今ね。入ってます、はい、多いですよね、はい、いや打ちやすいな R やっぱ R 基準になってるだけあってっていうか、これに対してああしたいこうしたいっていうところが、うん、まあ、一応のスタート地点というか、はい、うん、今もちょっと薄いけど、もうしっかりキャリー変わらなく出ていって、950ネオの R だと特筆して真ん中が硬いとか、うん、どこが動くっていう感じじゃなくて、全体的な滑らかさがあってでネオらしい球が出るっていう感じになって、うんうん、ちょっとスピード速い人でも逆にネオの S からじゃなくて R から打ってくれてたら評価が変わるかもしれないっていう印象が、ね、うん、ああ引っかかりすぎたんじゃないかこれは。俺スチールの良さが出ましたね今ね。枠がいくんじゃないかぐらいの感じだったの自分。スチールならではの、うん、良さとネオのボールを拾ってくれる感じが功を奏したというところでございますね。すごいなこれ、はい、うん、安定だなやっぱり。これがまず、基準と。基準でこれだとちょっと重いかなと、まあ、ドライバーも軽いのにしたし、うんうん、ワンラウンド振るのが辛いかもしれないなっていう時にどうするか、うん、そうですね、うん、ただ辛いんじゃないかって思ってるだけの方も多いんですけど、うんうん、なんでこういう疑問が出るかっていうと、やっぱりあの今鹿沼さん言われたように、うん、ドライバーシャフトがどん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 軽量化してきて、うん、それに対して90って重いんじゃないのって思ってる方が少なくない、うん、ただ、うん、ドライバーやっぱりこう 50g 台の S だったり SR
だったりっていうのを使ってる方が多いので、うん、850の R まで行くと多分柔らかいだろうと、うんうん、で、間を取って 850S っていうようなところでも持ってワックルしてるだけで、うん、どちらかっていうと軽さと張り感はこっちの方が感じる、うんうん、打つ前に950ネオの R の方が全体的にゆっくり動く感じがあって、うん、こっちの850ネオの S の方が少しシャープに動く印象っていうのはあるけど、打つとちゃんとしなるんだな。本当にその間として機能してるのかどうか。いや間だね。間ですか。うん、バックルした時の印象でやっぱどうしてもここが軽いから、うん、少し先の感じヘッドの重さっていうのは感じやすいんだけど、うん、実際にそれがあるからか切り返してからの、うん、クラブの感じ方は結構間、うんうんうん、バックルしてる時の硬さっていうのは全然感じない。うん、ちょっと左かなこれ。まっすぐなんだっていうのは一緒だねそうだからそういう使い方はありですよっていうのを伝えたい、うん、ただやっぱり今言われたようにフィーリングの違いがあるから、うん、中調子系とか中しなり系とかあと手元しなり系の同じ、まあ、50g でも、うん、そういうシャフトが好みであればネオの R、うん、少しこう先がしなるようなこうシャープなフィーリングのドライバーシャフトを使っていてそこに合わせようと思うと850ネオの S かなと私は思うんですけど、うん、自分がね打ってるフィーリングで言うと、うん、こっちはパンってこうやって常にこうある程度同じテンションでずっと振っていってる時にすごく曲がんないね同じ距離打てるね思ったとこ打てるねっていうパフォーマンスを出しやすい、うん、で950ネオの R はどっちかっていうと自分タイプコースに行った時に、はい、練習場ではそうやって打ってるけど、はいはい、いざコースに行ってグリーン狙うぞって言った時に、はい、ちょっとこんな感じで、はい、インパクトを作りながらコントロールしたりするのには、はいはい、950ネオの R の方がインパクトずれないでやりやすい感じ、はい、振りたいと思って振った時にはやっぱその重さの分しっかりしてるから、うん、ここで振りに行ってもインパクトずれないでこうやって厚く当たってくるじゃないか、うん、だからそういうのがやりやすいのは重めの R、うん、で常に同じテンションでバン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 振っていくんだったら、うん、850ネオの S、うん、ちょっと軽めの硬いやつっていう方が、うんうん、イメージ通りになりそうな気がするな。じゃあもう答え出ましたね。いいかな。はい。いやでもここはね、うん、やっぱアイアンセットを買い替えようと思った時に、うん、やっぱ悩むところだと思う。悩みますよね、うんうん、だってドライバーも軽くなって、うん、全体的に上が軽くなっていった時に、うん、やっぱアイアンのシャフトも軽くしたいなって、うん、は思うのが普通だし、どうせ変えるならとは思いますね、うん、そう大きく例えば今までと違うものにした方が、うん結果もすごく変わる気はするじゃないですか、うん、やっぱその方が買った感じもあるし、うん、でも失敗したくないし、うん、っていうのはすごいよくわかる。ちなみにこの2本を悩んでる時に、うん、でこういうヘッドだったらこっちがいいんじゃないかっていうのって何かありますか。ある程度やっぱり今こうアイアンのヘッドってすごくバリエーションが多いじゃないですか、うんうん、だから意外とオーソドックスなロフトでバウンスもしっかりあるようなヘッドだったら950ネオの R みたいにちょっとコントロールができるようなスピードを変えたりスイングのテンポを変えても当てやすいようにした方がいいし、逆にちょっとロフトが立っていてで弾きがよくって飛距離的にすごく出すよっていうものだったらある程度常に同じ手に振ってあげた方が距離も合わせやすいので、はい、そういう人だったら850ネオの S の方がいいかなっていう。なるほど、勉強になります。とんでもない、はい、いやなんかやだなそれでもあれですね、この2本で、うん比べるとなるとオートマチックに使いたい場合は850のネオの S、うんある程度操作感を持たせたい場合は950ネオの R というところで、うん、でもね、いいですかね。なおかつ、うん、なおかつですね、うん、曲がんないっす。ガチです。うわ左行っちゃったって言ってあそこにいるのって自分の中ではねもう本当に曲がったと思ったのに曲がってない、うん、それがね今日打ってて一番驚いたそれがネオのいいところです、はい